和宮親子内親王、和宮親子内親王、和宮ノミ内親王、皇下三年うる五月十日。1846年七月三日。明治十年。1877年九月二日は、仁皇天皇の第八王女。皇明天皇の異母妹、明治天皇は老いにあたる。江戸幕府第十四代将軍。徳川家持ちの正室。品位は二品。 後五蔵ぞうひとしな。和宮は、誕生時に賜わった陽名で、親子、近子は、文久元年、1861年のうち、新納宣言に際して賜わった意味なである。家持守死後には落職し、聖官院の宮と名乗った。か、甲下三年、1846年うるう五月十日、京都御所の東に隣接する、橋本邸において、任工天皇の、 第八王女として生まれる。母は、即室、橋本京子、官業員。うるう五月十六日、イボ兄、孔明天皇より、和宮の名を賜る。父、任工天皇は、和宮の誕生に先立つ一月二十六日に、崩御しており、和宮は直命により、橋本邸で養育された。栄四年、千年、1851年七月十二日、 公明天皇の命により、ありそ川のみやたる人親王と婚約する。安政五年、1858年6月27日、日米修好通商条約の無断調印の旨が、宿継法書で、京都に知らされた。翌日の28日、公明天皇は上位の意思を示した。驚愕した一同に監視されたが、朝廷は幕府へ説明を求め大老のいいなおす及び、 ゴース三夜に状況を求めた。しかし多忙、または近親中のため、京都諸子大の酒井忠義、老中の真部昭勝が京都へ登ることになった。その一方、7月11日に日露修好通商条約、7月18日に日英修好通商条約は、直居がないまま調印された。7月22日、公明天皇は、この絵田だ広に、 再び上位の意思を示した新刊を下した。八月五日に、公明天皇が出された御、御主意書、この江田博、高塚佐助博、一条忠、か、三条さ熱つは、関東へ送るように命じられた。八月七日に長儀が開かれる予定となったが、内乱関白、九条久忠が、長儀に出しなかった。このため内乱を経ない正式ではない直所が誕生し、八月八日に、三途半、 ついで幕府へ下された土の絵馬の密直。水戸藩への侵刊は、朝廷内でも異論が出たが、この絵や高津傘が押し切ったとされ、9月2日、幕府寄りの九条へ、関白辞職を求める内直が出され当日に辞表を受理、4日に内乱自体の直挙が出された。これらが引き金となり9月より、京都では三宅、区業の家臣が捕獲行員された。 10月19日、九条久沙は関白に復職し、10月24日に参大した真部昭勝は虚偽と疑瞞に満ちた弁奏を出した。12月24日、真部を再度参大させた、公明天皇は、公部一話の立場より将来、鎖国に戻るとの説明を受け入れた、新獣評会の沙汰書。岩倉公実記によると10月1日、この江ただと、 坂井忠義の会話に、加納重三郎がこの絵に、和宮が降下すれば後部一話に役立つと切り出したことが降下発案の発端とされる。公明邸の謹慎であったこの絵は、後部一話は結構だが当たる人新郎との婚約が、決まっており無理な話だと意見を述べた。安政6年、1859年、坂井は、九条久忠へ、和宮降下を打診した。 幕府寄りの九条だが、婚約は、公明帝の命令であるため無理だと断り、公明帝の王女、不器具、一切を降下するなら、尽力すると約束した。経緯は不明だが、和宮降下の話は、和宮の聖母、官業員、橋本京子のおばで元大奥上老年寄よりの、勝光院に伝わった。勝光院は真相を、官業院の兄で、橋本家の当主である、 橋本サメアキラへ初心で訪ねた。官業員は信じなかったがサメアキラは、幕府のやり方ならあり得ると考えた。この年の1月より堺と九条は、土の絵馬の密直に関わった身や、区への時間落職、四行落職を公明天皇から出させるように圧力加えていた。4月22日、抵抗する力のない天皇は受け入れた。 官僚員と佐根明は効果の噂をカズノミヤには話さなかった。5月25日、偽装の小賀の県通らがカズノミヤの効果を内義した。8月2日、復帰軍が皇居。徳富祖宝の近世日本国民史は、翌年にも、堺諸市大の家来が橋本邸を訪れた事情を伝えている。岩倉公実記によると、その翌年、月日は不明だが、 九条家の火災、島田左近が佐根明へ、和宮効果を持ち出した。噂が事実であると分かった、佐根明だが返事ができなかった。万永、ま、元年、1860年4月12日、幕名を受けた、堺忠義は、九条久忠へ、和の宮の将軍家効果を創生した。孔明天皇は、偽装、武家転送に諮った上で、ことを理由に、内願いを却下した。 5月11日、堺忠義は、九条久忠へ宛てて、最高を願い出ている。すなわちとした上で、孔明天皇が国内の安定を願っている点を抑えて、と、後部合体に沿った決断を求めた。幕府は5月26日に重ねて、和宮の降下を創生した。同時に、聖母、官業院と叔父の橋本寂明、さらに、 勝光ミツを通じての説得工作を行った。橋本サ明は、説得に折れ、何事も、天皇のおぼしめしに従うと根性した。公明天皇は、自重、岩倉ともに意見を求めた。岩倉は、幕府に通商条約の引き戻し、早く上位を確約させ、幕府がこれを承知したら、お国のためと和宮を説得し、 納得させた上で効果を直挙するべきと回答した。6月12日、天皇は上位を実行し、鎖国の体制に戻すならば、和の宮の効果を認める、胸の直証を出し、幕府が7月18日に、10か年以内の鎖国体制への復帰を奉納した、ことで、天皇は和の宮の効果を決断した。8月7日、和の宮は宮中へ上がり、縁組を固く辞退した。 すでに幕府に上位を訳させた上で効果がならなければ、朝廷の審議が疑われると苦慮した天皇は、小賀の剣通りのことを入れ、と決意した。また、同13日の九条久忠に宛てた書簡には、効果に反対する、橋本彩明、官業員の両名を罰するよう幕府に依頼し、和の宮も、効果の話を断って有ス川の宮と縁組しようと、しても自分認めないから、 二になるしか道はないという旨の文言がある。天皇の上位の決意、親族への圧力を示唆された和宮はここに降下を承諾するに至る。8月15日、官業員から和宮が降下を内諾する旨が創上される。降下にあたって和宮は、の5過条を条件とした。また、公明天皇は別に、などの条件を幕府に提示している。だが、 早期の婚儀を望む幕府は、年内の降歌を要請した。カズノはこれを拒むが、10月5日に、公明天皇の説得を受けて、明春の下校を承諾する。万縁元年、1862年10月18日、公明天皇は、カズノの降歌を直挙し、中山忠康らが、縁組御用係に任ぜられてカズノ付助官の選定に入り、最小天示。 二わた子、ぐ部伊調勝子らが選定された。この時、母方のいとこにあたる、大納言天寺、橋本玲子が、嗣子らと共に上老となった。文久元年、1861年4月19日、和宮は内心の宣言を受け、忌みな親子と賜わった。しかし、和宮のの下校が近づくと世上では、校歌は、 幕府が和宮を人質とすることが目的で、小賀の県通らは幕府より賄賂を受け、天皇を騙して、幕府の計画を手助けしているとの噂が持ち上がった。噂を耳にした天皇は10月17日、岩倉ともと千草雄文を召し出し、和宮について、江戸に下校し、老中と面談して、ことの真偽を確かめるとともに、 和の宮の意向が叶うように西洋との直後を与えた。10月20日、和宮一行は、桂ツ御所を出発した。東海道筋では川止めによる日程の遅延や、過激派による妨害の恐れがあるとして、中仙道を江戸へと向かった。行列は、警護や人足を含めると、総勢3万人に上り、行列は50キロメートル、三越の警護には12班。 沿道の警備には二十九班が動員された。和宮が通る沿道では、住民の外出、商売が禁じられたほか、行列を高みから見ること、寺院の鐘等の鳴り物を鳴らすことも禁止され、犬猫は鳴き声が聞こえない遠くにつなぐこととされ、さらに火の用心が徹底されるなど厳重な警備が敷かれた。島崎東村、夜明け前にも、第一部第六章で、 和宮一行が、基礎街道を通行する前後の状況が描かれている。文久元年、1861年11月15日、和宮一行は、江戸城内の清水屋敷に入った。11月21日、途上した岩倉智美、千草雄文は、老中の久ゼ広金、安藤信正と会見し、幕府は和宮を人質に天皇に上位を迫る。 つもりだとの風説について質問し、幕府に,に心ないことを示すため、将軍自らが書いた聖書を朝廷に提出することを求めた。12月11日、和宮は江戸城、本丸大奥に入る。江戸到着から入城まで1ヶ月近くを要したのは、古書風の巡守という点で和宮側と幕府、大奥側の調整が難航したためである。同13日、 先の岩倉らの要求に屈する形で、将軍、家持は、和宮効家に関して幕府に、二心のない胸の聖誌を書き、翌日に、岩倉らはこの聖書と老中の副書を持って、江戸を立ち、京に戻った。この頃には、庭達具子の書状によって、和宮の江戸での状況は、公明天皇の知るところとなっていた。書状には、ことなどが書かれていた。 天皇は釈明のため老中か若年よりを敬意に呼び出すようにとの意向を示したが、九条久忠、岩倉智美らが幕府と交渉して、天将院にことの次第を正すことなどで決着を図っている。ただし、公明天皇は、御所風は和宮に限った特例であるとしており、後の五代所がこれに倣う、必要のないことや、武家の当領たる将軍が、 古書風に影響されて入弱にならぬよう気をつける、ようの意向を、文久2年、1862年正月に、和宮に宛てた手紙に記している。文久2年、1862年2月11日、和宮と家持の婚礼が行われる。その様子はそれまでの十三代の将軍たちの婚儀とは異なっていた。和宮が、正意大将軍よりも高い身分である。 内親王の地位で降下したた、嫁入りした和宮が主人、嫁をもらう絵文字が客文という逆転した立場で行われることとなった。これは、後々まで江戸城内において様々な形で尾を引くこととなった。その後、京都では、尊王上位を唱える志士が各地から集まる事態となり、朝廷は薩摩藩の島津久光に市中の警備を依頼した。これに応えて、 朝廷の信頼を得た久光は、自身が構想する、幕政改革案としての参加条を朝廷に検索し、朝廷はこれを幕府に要求するため、直使、大原茂徳を江戸に派遣する。直使一行は、薩摩藩平に、警護されて6月7日に、江戸入りする。大原は幕府へのものとは別に数宮宛ての直所も、持参しており、それには、天皇のおぼしめしと行き違いがないよう。 三加状の要求は和宮から将軍に伝えるようにとあり、6月13日に和宮は直所の写しを将軍に手渡している。7月1日、幕府は三次策を受け入れ、文級の改革、大原は22日に京に戻った。8月に入ると京では上位を一向に実行しない幕府への批判から、天皇の上位申請に期待する声が強まった。同時に、 和の宮のの効果に尽力した、苦行、助官、いわゆる、四冠二品への反発も強ま、小賀の県通、岩倉智美、千草雄文、富の浩二刑事家が実居、時間、落職する。前月に関白を辞していた、九条久多田も思つつしみ、落職となった。堀川範子、今木重子は、時間、隠居、落職を命じられた。10月12日、 朝廷は幕府に早く上位を督促するため、三条、耳、姉が工事工事の両名を直使として派遣した。11月27日、両直使は将軍に対面。江戸には10月28日についていたが、将軍がマシンにかかっていたため対面が遅れた。12月5日には上位実行について説明するため上落する、胸の返答書を受け取り、江戸を後にする。 これに先立つ11月23日、幕府は天皇の栄誉に従う形で、和の宮の故障を、御台様から、和宮様へ改めると発表した。文久3年、1863年2月13日、家持は江戸を出発した。和宮は、家持の無事を祈り、24日から増上寺の黒本尊の五札を勘定し、500度を踏んでいる。 家持は2月19日に二条城に入り、3月7日に、三代、11日には、公明天皇の鴨行行に区分した。4月11日の岩清水、八幡宮への行行には風による高熱を理由に、欠席したが、天皇から上位の説盗を受けるのを避けるために毛病を使ったと言われる、5月10日をもって上位を実行する、胸の宝刀書は出さざるを得なかった。 6月16日に家持は、カイロにて江戸に帰還した。8月18日の政変で、長州藩をはじめとする過激な早く上位を唱える、勢力が京都から追放されると、同29日、家持に対し再び上落せよとの天皇の内位が出た。カズノは、将軍出発前の9月4日から、春日神社にお百度もおを始め、11月10日には、朝廷に、 雇用の住み次第、将軍の速やかな江戸期間を願っている。12月27日、家持は回路を経営向けて出発した、翌年5月8日寄付。現時元年、1864年7月19日、先の政変でと追われた長州藩が御所を襲撃する、金門の変が起こる。8月2日、家持は長州征伐の命を下す。 長州藩は、事変の責任者を処分し、藩主夫氏が、謝罪文を提出して、教順の意を表し、事態は一旦収束する。しかし12月15日、長州藩で、政変、高山寺挙兵が起こり、尊上派が再び政権を握ったため、家持は自ら死刑を取っての長州政罰に乗り出す。慶応元年、1865年5月16日、家持は、 大奥対面所で、和の宮の見送りを受けた後、品川から帰る大阪へ向かった。これが二人の根性の別れとなる。慶応元年、1865年8月10日、和宮と共に、江戸逃げ甲子大奥に住まっていた母、官業員が即居する。内親王としても、また将軍を台所としても異例なことではあるが、母の病状が悪化した頃より和宮はたびたび、 自ら官業員を見舞っていた。9月16日、アメリカ、イギリス、フランス、オランダの軍艦が、通商条約の直去と兵庫開港を求めて、兵庫裏に集結し、幕府の創生を受けた、公明天皇は10月5日に条約を直去した。条約直去の法を受けた和宮は11月1日、上位の実行を条件に、徳川家に突いだのに、条約が直去されては、 歴代の天皇、当銀様、公明天皇に申し訳ないと上位の英領を貫徹するよう朝廷に要請している。一方、長州征伐は9月21日に直去を得たものの、薩摩藩の出兵拒否などもあって、改戦は延々となっていた。そんな中、慶応2年、1866年4月になると、大阪城の家持は体調を崩し、 6月には食事も進まなくなっていた。家持の病状が伝えられると和宮は、湯島の霊雲寺に病気兵与の祈祷を命じ、医師も乱邦医から官方医に変えるよう手配し、医師3名を大阪に向かわせた。また、公明天皇も天薬寮の医師を派遣している。しかし7月20日、家持は大阪城で皇居した。7月25日、 家持の不法ガイドに届くと、老中から、警視は、家持の遺言通り、たやす亀之助でよいか、と和宮の意向が問われた。和宮は、時世を鑑みて、幼い亀之助では、いかがなものか。確かな貢献人がいればよいが、そうでなければ叱るべき人物を後継に立てるべきと、申し出た。老中、板倉勝喜よらも、田地南郎のから、 一橋義信を十五代将軍に立てるべきと判断し、義信の後継として、亀之助をと和宮に伺ったところ、和宮は亀之助が成長した赤月には、義信の後を継がせればよいとした。7月28日、幕府は朝廷に義信の徳川宗家相続と成長出陣の許可を求めて、翌日には直挙されるが、戦況は幕府の敗色の横行となり、 九月二日には、休戦協定が結ばれて終結した。和宮はヨ信に、上位の実行を願う書状を、たびたび出しているが、ヨ信はそれを目殺している。十二月九日、和宮は落職し、豪を政官院の宮と改めた。十二月二十五日、公明天皇が崩御し、和宮は一年余りの間に母、夫、兄を、次々と失うこととなった。 慶応三年、千八百六十七年一月九日に、追いにあたる明治天皇が戦争すると、橋本彩明、未良福ら公明天皇の直感をこむって、三代を止められていた苦行たちが復帰し、砂漠派で占められていた朝廷の顔ぶれは大きく、様変わりする。五月八日、天皇は、摂政、二条なりゆきに、和宮の気境の方策を講ずるように打ち馬し、六月に、 入ると朝廷と幕府の間で、内交渉が始まったが、交渉は進まなかった。10月に入って、和宮から上位のために下校したが、その会もなくなった。これ以上、外国人が徘徊する江戸にいては、朝廷の威信を汚すことになるので全処してほしいの。要請があると交渉は加速し、明年1月中旬までに上落させるということで、決着する。10月14日、 将軍、徳川義信は政権を朝廷に返還し、大政奉還、列行会議を主導する形での徳川政権の延命を図った。しかし、薩長両藩と手を結んだ、朝廷内の倒幕派は12月9日、王政復古の大号令を発し、旧兵を廃して、完成を一新、義信には、時間と領地の返上を求めた。この同じ日に、 和宮を京都に迎えるため区業を江戸に派遣する、胸が布告された。慶応四年、1868年1月3日、とは、伏見の戦いから、母親戦争が勃発する。戦いに敗れた徳川義信は12日に、軍艦、平木鷹丸で江戸へ戻った。江戸城では、軍議が開かれたものの、議論百出で結論は出なかった。大勢は、 主戦論に傾いていたが、すでに朝廷への強順の意を固めていた吉信は、和宮に取りなしを頼んだ。一月十五日、吉信は、天章院の仲介で、和宮に面会、隠居と警視の選定、謝罪の転送を願ったが、和宮は謝罪の件のみを引き受けた。和宮は、天章院と相談して、政党大将軍、仁和寺宮、吉明新王には、 土見門藤子を東海道沈部総督、橋本実領には、上老多玉島をそれぞれ単元の使者として差し向けることにした。和宮の単元書を携えた土見門藤子は2月8日に京に到着した。その頃、朝廷では徳川政党を主張する西郷隆盛ら薩摩藩と外国の干渉を懸念して、 徳川家への寛大な処分を唱える岩倉ともみらが対立、結論が出ずにいた。しかし次第に、厳罰論が優勢となり、2月15日に統制、大総督、有栖川の宮たる日と新の進発が決定した。3月1日、土見門藤子は、朝廷の返書をもって、江戸に帰還した。 朝廷からの返答は、願いの義については定義を尽くすとだけあったが、共に持参した、橋本舘明の文に添えられた、大木町三条舘成るの城の写しには、謝罪の道筋が立てば、徳川家の存続は、可能との旨があった。三月二日、一橋持長、田安義頼の嘆願書を持長が大総督、たる人新郎に持参することになった。宮は新軍の猶予はないが、 探願書を直接、たるひと神童に見てもらえるよう、橋本実るうに頼んでいる。三月五日、勝海舟が、西郷隆盛に面会に赴く旗元山岡鉄舟に託した手紙には、吉信の教順の意を返さぬ市民が決起した場合、こちらには当御の術がなく、和宮様の御事くらいは保ちがたいとの文言がある。九日、山岡は、寸府にて、 西郷隆盛と面会。江戸城の会場、徳川慶信の謹慎、幕府海軍の武装解除など、徳川家存続に向けた具体的な条件を引き出すこと、成功した。これを受けて十三日、江戸高縄の薩摩判定で勝ちと西郷が会談した。後年、勝ちは、この日は、和宮様について、王女を人質に取ろうなどという卑劣な考えは、微人もないので、ご安心されたい。 その他のことは明日に改めて談判しようとだけ言って帰宅したと、十回している、新丹と逸話。翌十四日の会談で、勝ちは山岡の持ち帰った条件に沿う形での教順の意を示した、嘆願書を渡し、西郷もこれを受け入れて、江戸城の無血会場がなる。三月十八日、和宮は、田安義寄の願いを受けて、徳川家の家臣たちに向け、 徳川家孫族の朝廷の内意を知らせ、今は教順謹慎を貫くことが、徳川家の中説であり、加盟を守ることになる。との書き付けを出し、幕臣たちの説得に当たった。3月20日、朝廷は、吉信の除名と徳川家孫族の処分を決定した。4月7日、和宮と実情院、家持聖母は、清水邸へ、天正院は、一橋邸への立ち退きが決定し、 9日には、和宮は、清水邸に移る。4月21日、和宮は朝廷に、徳川家への寛大な処分に対する御礼文を書いている。うる4月12日、和宮は、橋本実良に、徳川家の上地、六高について、家臣の婦女が継続できる六高と国替えの有名を願う時期を出している。新政府は、副総裁、 三条耳に全権を委任し、三条は二十九日に、田安亀之助の徳川宗家相続のみを許可したが、上知、六高の決定は先送りされた。徳川家の駿河国違法、所領は七十万国との通達があったのは、上野戦争終結後の五月二十四日である。徳川家の処分が終了すると、新政府は和宮に、政局の混乱や、 母親戦争で延引されていた上落を願い出るよう促した。和宮は、任工天皇領の参拝と徳川家官天処分の御礼のため、上落を願い出たいが、徳川家の経済状況や江戸の市民感情を考えると、こちらからは願い出かねる。適当な名目を立てて、朝廷から上落を命じてほしいと希望した。5月27日に上落が勧告されると、 徳川家の人々の身の安堵を確認した上でと、一旦は、上落を見合わせ、明春の上落を起としたが、橋本寂明から、明治天皇の東京、7月17日に解消、行行が終わるまで見合わせるようにと止められる。明治2年、1869年1月18日、和の宮以降は、東海道を京都へと向かい、2月3日、京都に帰着した。院に入り、 二十四日に参来して、明治天皇と対面する。明年の人工天皇十五回期までは、京都に登留することが、徳川家に布告され、五月十九日には、京都在住の沙汰があり、正護院の屋敷が栄御殿と改称される。明治三年、1870年一月二十五日、和宮は念願だった、任工天皇領への参拝を果たした。 和ズノはその後も京都に在住したが、千年の東京行行、事実上の戦都後、東京に住まう天皇や橋本寂明ららの干渉もあり、再び東京へ戻ることを決め、明治7年、1874年7月に東京に戻る。麻布一兵町、現、港区六本木一丁目にある、元八の平藩主、南部新春の屋敷に居住し、皇族や天章院、 徳川家里をはじめとした、徳川はじめもんなどと幅広い交流を持つようになった。しかしこの頃よりかっけ、夫の家持ちと同様、甘いものが好物で症状を悪化させたと伝わるを、わずらい、明治10年、1877年8月、元奥石の園田清庵の天地療養の勧めがあり、箱根島の沢温泉へ向かった。天地療養先では、 地元住民との交流も行われたという証言がある。ほどなく、明治10年9月2日、活気昇進のため療養先の遠野沢で皇居した。32歳という若さであった。当初、政府は葬儀を新式で行う予定であったが、和宮の家持の側に葬ってほしいとの遺言,言を見事する形で、物式で行われた。墓所は家持と同じ東京都港区の増上寺。 日付は明治4年までは旧歴。和宮が埋葬された、増上寺の徳川家墓所は、現在の東京プリンスホテルの場所にあったが、1950年代に、同地が国土計画工業に売却されたため、和宮をはじめ、歴代将軍及びその生息室の墓所と、意外も発掘、改装された。その際の調査結果をまとめた、増上寺、徳川将軍墓とその遺品。 遺体によると、カズノミヤの血液型は A 型か AB 型で、身長は143.4センチメートル、体重34キログラム、いずれも推定であり、骨格の形状から極端なそっぱと内股が特徴の小柄な女性であったと推定されている。また不思議なことに、左手の手首から先の骨がいくら探しても見つからなかった。 増上寺にある和の宮の銅像や日本女子会館にある和の宮の銅像も左手は不自然に隠れており、また、肖像画には左手が描かれていないことから、彼女が生前何らかの理由で左手首から先を欠損していたのではないかとの推測もある。古墳はともかく、両母や両母参考地の大半が宮内庁の方針により、事実上の学術調査不可となっている現在。 カズノミヤは、墓所が発掘調査された数少ない皇族である。また、カズノミヤの棺からは絵子に浸たれ姿をした若い男性の写真甲板が副葬品として見つかったが、その後の保存処理が悪かったため、翌日には甲板はただのガラス板になっていたという。この男性の正体は未だに不明であるが、夫の家持ちである可能性が強い。あるいは婚約者だった。 有り川の宮たる人親王ではないかとの指摘もある。近年、和宮が降下に際し、中山道を通って江戸へ向かう途中、新州小坂家で休息した折、小坂家の写真師が撮影した、和宮の写真が発見された。これは、ポジノがラス甲板で軍船に収められており、複写したものが、小坂家末裔の小坂賢治から阿弥陀寺に寄進されている。 この写真の数の宮からは、内儀の袖から、わずかに、両手の先を出している姿が認できる。ただし、この写真に写っているのが、本当に、数の宮本人かを疑問視する説も存在する。国立歴史民族博物館の、旧高給料取調べ庁データベースには、山城国く野郡川島村のうち70国余りが、元数の宮御両として記載されている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。